はい、続きで一応雑感を言いながら走ってみようかと思います。クラブレガシーオンチューブアウトバック 2.5i のベースグレード6台目ですね。で走ってます。これもうアイサイトで走行中です。お仕事皆さんお疲れ様です。カーナビをセットして出版社クラブレガシーを発行してくれている出版社の山陰書房に向かっています。およそ300メートル先カッパ坂を左方向です。ちなみにねここはあの外苑、東通りなんですけれどもまっすぐ行くとクラブレガシーを印刷してくれている大日本印刷に着きます。はい、今日は15日、発売25日、またカチッといったね。これかな、YouTube であのカチッカキッて音がするんですけどって言ってたオーナーさんだけど、なんとなくこのパネルの裏側っぽいところで落としてますね。後でまた再生してみましょう。一応あの音鳴りますかっていう問い合わせはしてます。あのお返事来るかどうかちょっとあれなんですけど、次の信号は左方向です。その先200メートルで右方向です。はい、まあこうやってですね全くそのアクセルもブレーキも踏まず走ってるわけですが、このほら止まり方ちょっと今ノーズアップしたけどかなり最後は丁寧ですね。やりすぎちゃうからくらいね、素晴らしい。あのアイサイト自体のねブレーキがやっぱりその先行車もっと前を見て予測っていうのをどのくらいしてるかっていうところはあるので、あのわからないので、なんだろう、やっぱり昔からね普通にブレーキを踏んでいた、踏んでぶる車止まるし自分で踏まないでどうするっていう方にとってみると、あのまだまだっていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあ渋滞路のね確実にその前走車の停止にある程度合わせる要因が 70% くらいある時はそんなに難しいことはせずとも、あのアイサイトが踏み方がファミリーマートが目印です。はい、分かりました。その先右方向です。それらしい感じになるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかね。今なんかこんなノーズダイブとかしてなんかお前の止まり方の方がよっぽど乱暴じゃねえのかって、あそこに停止してるじゃないね、そう言われそうな感じもしますけどね。どうなの、右方向です。右方向言うてもさ左行って右やろこれ。まあそれはしょうがない。雑感でした。あげるかなこれ、わかんない。